グスタフ・フォンカール騎士は、ドイツのバイエルン王国及び、バイエルン州の政治家。ドイツ帝国バイエルン王国のバイセンブルクに、王国の行政裁判所裁判官、グスタフ・フォンカールの息子として生まれた。母はその妻エミリエ。ミュンヘンのマクシミリアンイコールギムナジウムを卒業した、後、ミュンヘンの大学で法学を学んだ。188 18年から弁護士となった。 1902年からバイエルン王国内務省に勤務。1907年からオーバーバイエルンの知事となる。民芸品の保護の功績で1911年に騎士医に上された。印の入った人物がグスタフ・フォン・カール。中央はエイリ・ヒルーデンドルフ。1921年。第一次世界大戦敗戦後のバイマル共和国が誕生すると、 カトリック保守政党のバイエルン人民党に所属した。カールはバイエルン人民党の中でも右派に属しており、自由主義者や社会主義者、共産主義者を嫌い、君主制復古主義者でもあり、バイエルンのビッテルスバッフ王家の復活も視野に入れていた。1920年3月13日にベルリンでプロテスタントの君主主義者の義勇軍兵士たちによるカップ一揆があった後、 バイエルンの右翼たちも触発されて、ドイツ社民党のヨハネス・ホフマン政権を打倒しようという動きが起こった。その動きの中心は、カール、強度軍司令官、ゲオルク・エシェリヒ、ミュンヘン警視総監、エルンスト・ペーナー、フランツ・フォン・エップ、エルンストレーム、ヘルマン・クリーベルラであった。ナチ党のアドルフ・ヒトラーも加担している。ミュンヘンに駐留する第七軍司令官、 アルノルト・フォン・メールも賛同していた。こうして、ホフマン政権は無血クーデターで倒され、1920年3月16日に、カールがバイエルン州首相に選出された。バイエルン右翼の分離主義者に支えられて、バイエルン州の独立を目指した。しかし、ベルリン中央政府がバイエルン分離主義者の過激活動を防止するために命令を出し、 カールは1921年9月1日にバイエルン州首相の地位を追われた。しかし、バイエルン州独立の機運は収まらず、特に1923年9月24日に中央政府のグスタフ・シュトレーゼマンが、これまで政府が取ってきたフランスによるルール地方占領への受動的抵抗路線を放棄すると右翼に不満が高まり、左翼との全面衝突の恐れが高まった。 そのため、同年9月26日に、バイエルン州首相オイゲン・リッター・フォンク・ニリングは、バイエルン州に戒厳令を敷き、君主主義者やカトリック教会からも信任が厚い、カールを州総督に任じた。州総督であるカールには、バイエルンの立法権と行政権が付与され、バイエルンにおいて独裁権を握ることとなった。カールは、ミュンヘン駐在の第七軍司令官。 オットーフォン・ロス・ソー少将・シ州警察長官のハンス・フォン・ザイサー大佐と共に3党、政治体制を取った。カールは、祖国を救済するためのバイエルンの使命を主張した。それは、バイマル共和制を打倒して、保守政権を樹立させ、バイエルンに大幅な自治権と、王政復興を認めることであるを言命した。フランス軍のルール地方占領とシュトレーゼマンの、 受動的抵抗路線放棄を批判し、ベルリンとの対決姿勢を強めた。カールは、総督就任直後に、ナチ党の政治集会を14カ所で禁止するなどの処分を下したため、ナチ党とカールの関係は初め悪かったが、中央政府との交渉から自然と両者は結びつき、10月半ば頃からは三党政治は、闘争連盟と頻繁に連絡を取り合うようになった。 またカールはロッソを仲介役として、軍中央の陸軍総司令官、ハンスフォンゼークととも接触し、彼をバイエルン側に取り込もうと図った。カールらの露骨な反ベルリン姿勢は、中央政府に危機感を与え、バイエルン州政府とベルリン中央政府の関係は緊迫化した。10月20日には、中央政府の国防省、オットー・ゲスラーがロッソー少将を第7。 軍司令官から解任すると発表した。これに対してカールは第7軍をバイエルン国軍に解組すると宣言し、ロスソー少将をバイエルン国軍司令官に任命して対抗した。以降中央政府とバイエルンの対立が激しくなり、カールはバイマル憲法の精神はドイツ的ではない。この生態は年度の巨人に過ぎない。マルクス主義とユダヤ主義に反対する。 世界間闘争のドイツ的なものの代表者は私であると演説した。そして間もなくカールはバイエルン州の右翼たちが主張するムスソリーニのローマ進軍を真似たベルリン進軍を決意し闘争連盟などに対してその準備を開始させたが陸軍統帥局長ゼークトから早まらないよう説得があったこともありカールはベルリン進軍について日和見になっていった。 カールの逃げ切らない態度にイライラしたヒトラーはカールを除いてロッソー少将とザイサー大佐と組んでベルリン新軍を起こそうとしたが、ロッソーもザイサーもカールを除くことには消極的だった。11月初旬にはザイサー大佐をベルリンに派遣し、シュトレーゼマンの解任をフリードリヒエーベルト大統領に求めたが、あっさり跳ねのけられた。 ザイサーは、陸軍統帥局長ゼークトとも接触した。ゼークトは、シュトレーゼマンは追放すべき、自分とカールが目指しているものは同じである。共産党を政権に参加させたチューリンゲン州政府は、武力で打倒されることになるが、バイエルン州政府にはそういう処置は取られないだろうと、バイエルン保守、右翼たちに、好意的な態度であった。 ただ同時に非合法的手段は取らないようゼイクトから求められた。ゼイクトからのシュトレーゼマン会人の大統領への取りなしは大統領からは無視された。11月4日にザイサーがミュンヘンに戻り、カールに報告を行った。11月5日夜にはゼイクトからカールに辞聴を求める手紙が届いた。カールはますますベルリン軍への動きを鈍し、11月6日には 逃走連盟に行動の延期を求めた。しかし同日に国軍が駐輪元州へ攻め込み、左翼討伐を開始したのを見たヒトラーは早くベルリン、進軍をせねば、左翼打倒の大義名分を失うと考え、カールに即時行動を求めた。しかしカールは曖昧に対応した。カールが日和見に走ったことを不満に思ったヒトラーは、 ルーデンドルフを担いで、ミュンヘン一騎を決行することにした。11月8日夜にヒトラー率いる闘争連盟は、カール、ロッソー、ザイザーの3巨頭が演説中のビアホール、ビュルガーブロイケラーを占拠し、カールらの身柄を抑えた。ヒトラーは3人を奥の部屋へ連れて行き、そこで協力するよう説得に当たったが、3人とも首を縦に振らなかった。 しかしその後、エイリヒルーデンドルフ将軍が到着し、ルーデンドルフから説得を受けるとまず軍人の、ロッソー少将が協力することを表明し、ついで警察の財産大佐も協力を表明した。文官のカールは最後まで粘ったが、結局その場の空気に飲まれて彼も指示を表明した。カールには、バイエルンセッの地位が保証された。ヒトラー、ルーデンドルフ、三挙党は、 ビュルガーブロイケラーの聴衆たちの前に戻り、一人ずつ演説を開始した。カールは、君主制、郷土バイエルン、祖国ドイツへの忠誠を曖昧に話し、バイエルン王国の摂政として尽くすと宣言した。しかしその後ヒトラーがビュルガーブロイケラーを外した暇に、まずロスソー少将がルーデンドルフに、ビュルガーブロイケラーを出る許可を求め、許可を得た。ついでカールと、ザイサー大佐も、 ルーデンドルフから外へ出る許可を得た。カールらは中央政府と連絡を取って直ちに一機を鎮圧する準備を開始した。ヒトラーたちは11月9日朝にビアホールからバイエルン州戦争省まで行進を開始したが、警官隊の発砲を受けて一機は失敗に終わった。1924年2月18日にはカールもバイエルン州総督の職を辞した。 2月24日から始まったヒトラーやルーデンドルフ将軍の裁判に承認として出席した。裁判においてカールは悪役にされ、逆にヒトラーは永遠融資された。判決はヒトラーに反逆罪の最低刑である5年の禁固刑を下しながらも、もしもカール、ロッソーザイサーがヒトラーの一期参加要請に明確にノーと答えるか、 あるいは11月8日夜の状況を打開しようとする、ヒトラーの再三の試みに対して、協力の手段が取られていたならば、悲劇は未然に回避されたであろうとし、カールたちを批判している。その後カールは1924年から1927年まで、バイエルン州行政裁判所の裁判長を務めた。ナチ党政権誕生後の1934年6月30日の、 長いナイフの夜の際、カールはナチス親衛隊により、ミュンヘンから誘拐された。その後、ダッハウ強制収容所近くで斧で惨殺され、遺体は沼に投げ捨てられた。ミュンヘン一揆での裏切りのためであった。ミュンヘン一揆の本意のように慎重な性格であったため、ヘルマン・ゲーリングは永遠に準備している男と酷評している。ありがとうございます。